はい、皆さんこんにちは、ワーナルギルフィッシュです。では今回は提督の決断法パープキット PS2 版日本軍ブレの続きをやっていきたいと思います。で、今回は空母を使わない空母使用禁止プレイということで、ここまでですね、苦戦しながらもミッドウェイ、まで攻略を進めています。今回はいよいよアメリカ軍太平洋艦隊その根拠地ともされるハワイ攻略を行っていきたいと思います。ハワイを攻略する部隊ですね、前回アリューシャン圧倒攻略した部隊を再編しています。ご紹介していきましょう。まずは今回投入する最初の艦隊、帝国海軍の第一艦隊は戦艦ヤマト以下16隻。ヤマトには山本五十六司令長官に座乗してもらっています。そしてポイントが揚陸艦4隻入れているところですね。ハワイは仮にサクッと取れたとしてもアメリカ軍が死に物狂いで取り返しに来ることが予想されるので、敵の航空基地を破壊するのではなくて最低でも1つ、できれば2つ占領したいと思ってます。占領すればすぐに航空機を配備して迎撃に当たれるんですが、破壊するとね、また一から作らなきゃいけない。これ6週間かかるので、この6週間の間アメリカ軍の攻撃奪還作戦から守らなければいけないということになるので、であれば破壊ではなく占領、これを行っていきたいという意図から揚陸艦を4隻入れています。で、もう一つ投入する艦隊、帝国海軍の第3艦隊、ここも戦艦3隻、従順5隻入っているので火力の出る艦隊ですね。さらにここにも駆逐艦を入れているんですが、ポイントが揚陸艦2隻入れているところですね。どうしても敵の基地は占領したい、まあ、こういうね、意図から揚陸艦を2隻入れています。これがミッドウェイから出撃予定です。一方南太平洋からもですね、第10艦隊を投入していきます。この第10艦隊もですね、戦艦が入っている艦隊になっています。戦艦3隻、長門、山城、春名と入っています。ここには南雲さんが座乗しています。今ご紹介した3隻、3個の艦隊、これをもってハワイの攻略に当たりたいと思います。早速移動の命令出していきましょう。第10艦隊、これをハワイへ、そして第1艦隊、第3艦隊もハワイに向けていきます。で、今お金と資源少し余裕があるので、新しい戦艦を設計していきたいなぁと思っているところなんですが、できればですね、この大型ディーゼル機関研究が終わってから新しい戦艦ヤマトを超えるヤマト、まあ、そういうコンセプトで戦艦作っていきたいので、大型ディーゼル機関の研究を先に行います。これでね、お金だいぶ使っちゃいますね。で、あとは技術開発等にお金を割り振っていきます。ではハワイ攻略戦始めていきましょう。で、少し余ったお金は一式の陸攻を30機ほど作りました。攻撃機の数が少し不足しているので、これから余ったお金は重点的に一式の陸攻を作ることに割いていきたいと思います。ハワイの方ですが、敵の飛行場の位置割れていませんが、大体の場所は分かってますので、第1艦隊、第3艦隊、第10艦隊の場所を決めていきます。で、第10艦隊なんですけども、マップの一番下にあるところの飛行場に向かわせるんですけども、ここは揚陸艦が入っていないので攻撃します。で、残りの2つの飛行場に関してはある程度削った後、揚陸艦で、陸戦隊を送り込むという作戦です。最低でも1つ、できれば2つの飛行場の奪取を目的とします。日没とともに出撃です。3つの飛行場のうち1つは破壊、できれば1つ占領、うまくすれば2つ占領という作戦になります。では進めていきましょう。まあ、当然ね、ハワイには敵の艦隊が入っているものという前提で、戦っていきましょう。敵の飛行場に第10艦隊は向かいます。第1艦隊、第2艦隊、なんかすでに砲撃戦が始まってそうですね。もう敵に見つかっているのであれば点灯していきます。ライトを点灯、
ああ、もう見つけてますね。第三艦隊が敵の艦隊と交戦状態にすでに入っています。第一艦隊も、もうすでに入ってますね。ぐちゃぐちゃぐちゃっと艦隊同士が混ざり合わないようにだけ注意しましょう。第10艦隊は説明してある通り、マップの、ね、下側にある敵の飛行場に直行してもらいます。第1艦隊はね、戦艦ヤマト、武蔵が入ってる艦隊ですけど、すでに敵の艦隊と本格的な戦闘になってますね。ヤマト、武蔵が火力を発揮してくれればね、そう簡単には負けないと思うんですけど、戦艦ワシントンとかがいるな。これ第3艦隊が急いで合流してくれないと、敵の艦隊2つを相手に第1艦隊が奮戦するっていう、なかなか苦しい絵面になりそうですね。今画面のね、手前に敵の艦隊、奥側に第1艦隊という構造です。で、第1艦隊には揚陸艦が6隻、うん、4隻入ってるんですけど、これにダメージが出ないようにね、気をつけたいと思います。第1艦隊から1つ中大破した艦艇がありますね。確認しましょう。まだ31ノット出るのであれば中破なので、このまま使いましょう。第3艦隊もね、それなりに火力が出る艦隊に立っているので、第3艦隊を急行させます。今第1艦隊が敵の2個艦隊と交戦中。第1艦隊は戦艦が4隻です。ヤマト、ムツにもダメージが出てますね。確認していきましょう。ヤマトが中破、ムツが大破、ムツは離脱させましょう。ヤマトはね、ここで引き下がるわけにはいかないので、仮にやられたとしても残ってもらう。アメリカ軍もここで迎撃するためにだいぶ艦隊を温存していた感じありますからね。第10艦隊が敵の飛行場を発見してます。これ攻撃に移ってもらいましょう。一方第1艦隊の方ですが、攻撃の目標、アメリカ軍の、そうだな、第11艦隊と第16艦隊発見済みの2つの艦隊、どっちを狙うか。第16艦隊にしましょう。第2飛行場もついでに発見してますね。第3艦隊が急行できればというところだな。第1艦隊は敵の艦隊を突っ切って進みます。いや、戦艦同士の激しい打ち合いになってますね。戦艦陸奥、退避命令間に合わず撃沈されてます。第3艦隊が戦闘海域に到達しています。第10艦隊が敵の飛行場の3つのうちの2つを射程に収めてますので、予定を変更して第10艦隊が下の2つの飛行場、そして第1艦隊と第3艦隊が敵の艦隊の攻撃に当たります。で、上陸部隊を送りましょうか。敵の飛行場に上陸部隊を送っていきます。陸戦隊で白兵戦を挑む。第1艦隊がもうちょっとどん詰まっちゃってるね。あんまりいい船の運び方ができていないというのがあります。空母がいるな。正規空母に護衛空母発見してますね。これらの空母は確実に仕留めておきたいな、夜明け前までに。第3艦隊は南下して敵の空母の攻撃に当たりましょう。第3艦隊から戦艦1隻失ってますね。
第10艦隊の方の様子見ましょう。第10艦隊の方ですが、敵の飛行場の破壊、まだ5分の1ぐらいかな。もうちょっとサクサク攻撃してほしいところですね。今敵の戦艦ワシントンを撃沈しました。ヤマトのね、手法の威力が発揮されているというところなんですけど、ヤマト自身もですね、実は結構追い込まれてまして、今ヤマトが大破している状態ですね。ヤマトは撃沈されるのを覚悟で、このハワイ攻略に全力を注いでもらいましょう。第3艦隊はこのまま敵の空母をめがけて突撃してもらいます。陸戦隊1つ目壊滅しているので、もう1つ陸戦隊を送ります。全部で6つ陸戦隊を送り込めるので、6つの陸戦隊を、ね、確実に送り込みましょう。いや本当にアメリカ軍もここに全力を注ぐために艦隊を温存していたんだなっていうのがね、よくわかりますね。ここの防御は本当に固い。さすがはハワイというのを強く感じます。第10艦隊が敵の飛行場を一つ破壊してくれた。これは大きいな。もう一つの飛行場に第10艦隊の火力を集中します。夜明けまでにできればね、飛行場だけでも破壊を進めておきたいなというふうに思うので、陸戦隊を次々に送り出しましょう。まあ陸戦隊がね、乗ってる揚陸艦が沈められてしまったらそれまでなので、まあ、その前に送り出したいという意図もあります。今画面の手前にボクサー、コロラド、アメリカ軍の艦艇ですね。で奥にヤマトが見えています。いやすごい打ち合いになってますね。今陸戦隊がねちょうど画面の奥から手前に向かって、敵の飛行場に出ているところですが、同時に敵の雷撃部隊が攻撃を開始してきているな。これ武蔵が集中的に狙われるパターンですね。ちょうど今武蔵に殺到して武蔵が撃沈されたという場面になります。武蔵がやられた。武蔵はね、まあ、よく戦ってくれたと思うので、このまま行きたいですね。さあ続いて陸戦隊壊滅したという報告が上がってますので、次の陸戦隊を送り込んでいきましょう。ここまで来たらね、落としたいですよね、このターンで。敵の本当にいい攻撃がきつい、きつい。敵艦隊の増援か。ここで敵艦隊の増援か。どっからだ。しかも見る限り戦艦が入ってそうだな。雨が降ってきてくれてるのはいいニュースですけどね。今のうちに攻撃をしちゃいましょう。雨が降ってる今このうちに。ちょうど今陸戦隊が行ってるので雨が降ってますが、砲撃をね中止せざるを得ないという状況ですね。残り半分ほど敵の飛行場、今画面の中央に映してる敵の飛行場ありますが、ここにどうだろう、陸戦隊が今向かってるので攻撃が進んでくれれば嬉しいかなってところですね。第10艦隊の方を見ましょうか。第10艦隊の方も砲撃してますね。こっちの方が先に攻略終わりそうだな。そしたら敵の艦隊の捜索に当たりましょうか。指定地点に到着。上陸部隊壊滅となると、もう陸戦隊はいないので、
予定を変更して破壊に切り替えましょう。本当はここね、再三お話してる通り破壊ではなく占領したかったんですが、さすがハワイ、そう簡単に占領はさせてくれませんでした。さあ敵の飛行場の破壊が完了してます。そしたら傷ついている艦艇を切り離して増援部隊の迎撃に向かいましょう。ヤマトを失ったのは本当に痛いですけどね、まあ、ただハワイを取れればヤマトを失った痛手よりも大きいものが得られるので、まあ、ここはね、我慢して攻撃を続行して敵の艦隊を洗い出します。どこにいるのかわからない状態ですからね、偵察機を飛ばして敵の位置を探っていきましょう。敵の艦隊発見してます。では各艦隊敵のいる場所に向かいます。ここで蹴りをつけたい。下にも敵の艦隊いる。これ第10艦隊は下側行った方が良さそうだな。敵の艦隊、いや増援が多すぎる。2つの艦隊が増援でやってきてるっぽいですね。どうにかなる相手なのかな。しかもまだちょうど日中なので、これからねまだまだ敵の艦隊が動ける、航空機が飛ばせる状態が続きますね。航空隊着艦。しかも空母が3隻、そしてもう一つの艦隊の方も見ておくと、ここにもいるな。でどうやら画面の下側にも敵の艦隊いそうなんですよね。これは本当に苦しい戦いになりそうだ。そしたら揚陸艦ももう撤退させましょう。失いたくないのでね。雨だ、雨が降ってる。これは逃したくないな。さあ敵の艦隊発見してます。画面の奥ですね、ちょうど団子になってんな。良くない状態で敵の艦隊を迎え撃つ形になりましたね。これ第10艦隊を向かわせましょう。このままだと第1第3艦隊が壊滅してしまうので、ちょうど敵の後ろを取れるということもあるので、第10艦隊を敵前提回答、第1第3艦隊と交戦している敵の艦隊に向かいます。雨の降っているうちに敵の艦隊を壊滅させておきたい。ちょうど今画面の方に敵の艦隊を映しています。戦艦長門、春名、山城の第10艦隊が敵の艦隊、しかも空母がいる艦隊に取り付けそうなので、そっちに向かわせましょう。これは第10艦隊が少し肝になりそうだな。敵のね機動部隊と交戦しているのが第10艦隊戦艦、長門、春名ですね。山城はすでに撤退済みです。このまま敵の空母部隊に突入していきましょう。数がねちょっと少なくなってますね。戦艦が1隻になってる。陸奥が撃沈されてますね。違う、春名が撃沈されてます。いや第1艦隊と第3艦隊が団子になっちゃったな。本当に反省点が十分に生かしきれてないというのが悔やまれるけど、まあ、もうしょうがないのでこのままねなんとかうまく運用していきます。
第一艦隊がもう壊滅ですね。完全に奇襲に失敗した形になってしまってますが、まだまだ早い、諦めるのは。第三艦隊が健在ですからね。第三艦隊を使ってなんとか持ちこたえましょう。敵の空母を撃沈、さらにミッドウェイも撃沈しておきたいですね。さらにミネアポリスも空母かな。この空母も仕留めておきたい。まあ、空母は接近すればね、脆弱ですからね、攻撃に対しては。で、南の方にも艦隊がいる。いや、本当にアメリカ軍、この太平洋を守るためにハワイに全力を持ってきましたね。ではアメリカ軍の第16艦隊壊滅させましたので、第10艦隊を南下させて敵の艦隊に当たります。第1艦隊はもう完全に壊滅ですね。第3艦隊は健在。第3艦隊も敵の南に出現した空母が入っていると思われる艦隊に向かいます。では第3艦隊ですが、新しく現れたアメリカ軍の第8艦隊の攻撃に向かってもらいます。第10艦隊は南下しながら、第16、第11、敵の大艦隊を攻撃しながら南下してもらいます。了解。何個の艦隊を送り込んでくるんだっていうぐらいね、アメリカ軍艦隊を送り込んできてますけど、ここは、引くわけにはいかないところなのでね、頑張りましょう。さらに敵艦隊の増援、これは無理だよ。アメリカ軍強すぎる。舐めてましたね。アメリカ軍を舐めてた。そうだよな、こんな簡単に行くわけない。今までむちゃくちゃ苦労してプレイしてたじゃないかっていうね。ここまであっさり攻略できたことなんてないじゃないかっていうところですよね。本当にちょっと迂闊だったな。舐めてましたね。ただもうここまで踏み込んでしまった以上は、このまま続行しましょう。味方第10艦隊は敵の第8艦隊に向かいます。戦艦不走が撃沈されてます。これで第3艦隊から戦艦が全滅しましたね。第10艦隊は南下してもらって、敵の第1艦隊かなの残存兵力とぶつかってもらいます。これ難易度は普通でやってます。なので簡単だともうちょっと敵の艦隊沈めやすいし、難しいにするとさらに難易度が増すというね、そういう、まあ、普通という難易度でのプレイをお届けしています。まあ、普通なんてぬるいだろうっていうねご意見あると思うんですけど、今回はやっぱり空母を使わないっていうね、そういう足かせをつけてるので難易度的には本当にちょうどいいかなというふうに思うんですけど、今このハワイ攻略を行っていると難しいなっていうね感じがしちゃいますよね。増援でやってきた敵の第8艦隊は壊滅できそうですね。ただもう一つ増援でどっかに現れているので、その艦隊がまだ無傷で残ってるっていう状態、これをどう戦うかだな。今偵察機飛ばしています。敵艦隊発見してますね。南側にいますね。これ第3艦隊はこのまま敵の艦隊、新しい増援の艦隊に向かいましょう。で、第10艦隊は残っている敵の艦艇、第1艦隊の残存兵力とぶつかります。いや、これ空母いるな。新しいところ爆撃機が第10艦隊に向かってますね。
唯一残った戦艦長門。いや、また敵の総援か。いや、確かに太平洋を攻略するときに敵のね、艦隊全然出てこないなとは思ったんですが、ここに全部の兵力貯めてたんだな。これでガテンがいったな。すべて納得いきましたね。なんかぬるいなぁと思ってたんですけど、理由がはっきりしました。さあ、アメリカ軍の空母ミンドロを発見してます。あとは護衛空母ムンタもいますね。この辺りを第3艦隊でどこまで攻撃できるかポイントになりそうですね。さあ、今敵の増援第2艦隊に味方第3艦隊が突入という場面です。敵の空母集中的にね攻撃してもらいましょう。第3艦隊も本当に壊滅的なダメージ受けてますけどね。敵の空母のど真ん中に今入り込んでるんで、敵の空母1隻撃沈、護衛空母3隻確認してますね。この3隻沈めてほしいな。戦艦長門が撃沈されてます。さらに敵の艦隊発見してるっていうね、もう壮絶な状況ですからね。第10艦隊が敵の艦隊発見してるんですね。新たな敵の艦隊、アメリカ軍の第13艦隊を発見してます。いや、本当にキリがないな。まずは第一艦隊をね壊滅させましょう。ネバダは戦艦ですね。さあ、夜が明けてしまったので、ここでまた敵の空母から航空機が飛んでしまうという状況なので、優先して敵の空母を仕留めていきます。敵の空母を仕留めた。あと画面の奥、今画面の中央にバンしましたが、レイテがいますね。ここに、これは護衛空母になります。第10艦隊も壊滅だな。これはもう撤退するタイミングが来たと言っていいかだ。撤退しながら、攻撃を加えながら撤退しましょう。レイテを撃沈したね。今回我々はもう戦力のほぼ全てを投入しているので、これでハワイを落とせなかったというのは、しばらくの間攻略に影響が出てしまいそうな、そんな状況になってます。第3艦隊だけ戦場にとどまってまだ交戦中ですね。数をできるだけ減らしておきましょう。中大破させても、ここハワイなのでアメリカ軍はドックで修理されてしまうんですよね。なので、もうダメージを与えている艦艇はね、沈められるときに沈めておきましょう。さあ、では残っている艦隊に特攻です。これでもうさすがに出てこないでしょう。アメリカ軍の第13艦隊が残ってますね。第3艦隊ちょっと傷ついている艦隊が多いので、足が遅くなっているので敵の艦隊捕捉できないかもしれない。敵の艦隊北上しているので、これ撤退行動だと嬉しいんだけどな。追撃していきます。さあ、アメリカ軍の増援艦隊と第3艦隊が今砲撃戦を始めてます。味方は従順が2、クルーザーが2、駆逐艦が1という5隻の艦艇ですね。敵の方はもうちょっと数は多そう。
かつこちらはね、もう何個の艦隊と戦ってきてるんだっていうのはあるんで、だいぶダメージ出てますけどね。ここは玉砕覚悟で敵の艦隊にダメージを与えて、敵の艦隊をうまく撤退に持ち込めればまだ勝利もあり得るという局面なんで、頑張りましょう。いやー、敵の艦隊多すぎたな。さらにここにもまだ艦隊いるからな。これは強すぎましたね。はい、ハワイ攻略戦ですが失敗に終わっています。アメリカ軍の艦隊の数が多すぎましたね。ご覧のように日本軍第1第3第10と全艦隊壊滅状態になっています。生き残ったのがですね、第3艦隊から東で、第10艦隊から山城のみです。戦艦大和以下、ほぼ全艦艇が壊滅。アメリカ軍がね、すごすぎる。投入されている艦隊なんですが、第1、第2、第8、第11、第13、第16と、6個艦隊投入してきてるんでね、まあ、よくやってくれたとは思います。第1、第2、第8、第11、第16と艦隊壊滅させてますからね、残っていた第13艦隊、これの壊滅ができなかった。これによって味方の敗北という形になっています。まあ、それぞれ、みんなね、頑張ってくれたので功績は上がってますけど、それ以上に艦隊のダメージが大きく、かつ、残ってる戦力が、まあ、残念ながら、ハワイを次攻略するに足りる戦力ではないというのがね、本当に痛いところですね。はい。では残念な結果でしたが、まずはアリューシャン攻略によるボーナスもらっておきましょう。で、続いて、まあハワイをね、攻略しにかかるわけなんですけども、その戦力がどれほど残っているか、本当にね、このハワイ攻略が、提督の決断では最も重要なポイントになるなというのを改めて感じています。まず南太平洋に残っている艦隊なんですが、参考艦隊ですね、駆逐艦9、戦艦1、潜水艦1という艦隊ですね、まあ、これをなんとかちょっとうまく使っていくというのと、あとはミッドウェイに残っている艦隊、まあ、軽巡ぐらいしか残ってないよなーっていうところなんですけど、強行するかどうかちょっと思案して、いきたいと思います。今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。